はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ソウルバーナーです。さあ本日なんですが、コードオブソウルというね、最強モンスターが実装されておりましてですね、今日はね、これを使ったサラマングレートデッキを持ってきましたんで、ご紹介していきたいなというふうに思います。以前ね、ガッチ構築ではあるんですけど、純正寄りのサラマングレートを持っていったと思うんですよね、動画化したと思うんですけども、今回は何をするかというと、実質先行ワン起動します。コードオブソウルっていうモンスターが、実装されたことによって、だからね、展開力がまあそもそも上がってるっていうのと、この転生リンク召喚権が付与できるっていう効果あって、まあ、これをね使ってかなり展開力が上がってるんで、サラマングレイト、正直なんか、まあ、いろんなことできるんですよ。制圧もできるんですけど、強い場面作れるんですけど、まあその展開通ったら、ワンキル、先行ワンキルしちゃったらよくねっていう発想で今回ちょっとルートはね、またデッキレシピのところとかに書いてあるんで、そっち見ていただければ細かくわかるかなと思うんですけども、簡単に説明すると、レイジングフェニックスを使って、このサーマンゲートハート持ってきて、これソウルチャージみたいな効果持ってるんですけど、これでめっちゃモンスター蘇生します。ほんで、モンスター蘇生したら、ウィーゼルで、レイジングかなんかを相手の盤面に送りつけまして、これ送りつけるか思ってるんですけど、送りつけまして、ほんでパイロフェニックスの効果で出てきたモンスター分のダメージを与えまして2800万。ほんで、フィールド上にヒータ用意しといて、ヒータとなんかレベル4以下の炎属性リリースして、大稲荷火っていうね、この意味不明モンスター出します。でこいつ特殊化すると相手のフィールド上のモンスターの攻撃力分ダメージを与えるんで、これで2800万送りつけたんでね、レイジングフェニックスを送りつけたので2800万させて、でこいつ墓地行くと、このカレージュスくれないっていうカードがサーチできるんですけど、これサーチして、これ自分の炎属性モンスターリリースすると元々の攻撃力分バーンなんで、これで、自分のフィールド上のパイロかなんかリリースして2800万。要は、これで2800万、これで2800万、これで2800万っていう、まあ、合計8400万っていう、これでワンキルです。はい、これがですね、なんと反動、レディデバッカープラスガゼルとか、まあ、いろんな手札でいけるんです。サイバース族モンスター2体プラスガゼルみたいな、そういうハンドでいけます。はい、めちゃくちゃ緩い条件で、なんと実質先行ワンキルができるようになってしまった、最強デッキぶん回していきたいなというふうに思っておりますので、早速やっていきましょう。このデッキいいところは、先行ワンキルできなかったとしても、一応そのサラマングレートデッキとして戦えるところですね。はい、まあまあ強いですよ。それはデュエルスタンバイ。さあお見舞いしていきますよ、新たなるサラマングレートのパワーをね。皆さんには宇宙最強展開ってやつをね、ちょっとお見舞いしていきたいと思ってますね。エフェクトベアラですか、まあいいですよ別に。はい、別にこれ計ら打つまでもありません、こんなカードは。なんでかっていうと、もうすでに貫通弾を持っているからですはい、なんでかっていうと、この貫通弾を持っている場合、別に何も打たなくてもなんとかなるっていうところをお見せしましょう。ちょっとワンキルは見るかもしれないけど、別に盤面は作れるんでね。サラマングレイとベルリックス、ベルベルベルレックス。あ、うらら、キモ。いや、まあでもまあ言うて、それまだ大丈夫ですよ。はい、全然それぐらいだったら止まりませんので、このデッキは。はい、そのデッキ、これしかもさ、うららさ打ってくれたからさ、これあれなんだよ、ヒーター出せんだよな普通に。あ、増殖、あ、それはダメ、それはダメ。あ、これ多分ね、ワンキル取れると思うけどなこれなんか相手うらら投げてくれたから、なんかこの属性モンスターが墓地いるじゃないですか、相手のフィールド上、あ、相手の墓地に。ってことはこれヒータで相手のモンスター釣るとレベル3が用意できるっていうことなんですよね、これ基本的に。で、コードオブソウルの効果によって一応転生リンク召喚の権利を付与しまして、で、サラマンネーム墓地送んないといけないから2体いないでしょ。だからこれ一旦、サラマングレイとベイルリンクスを、2体目出して、でベイルリンクス、ベイルリンクスで、サラマングレイと、あ、間違えた、サラマングレイと使いヒーターを出してはい、でサラマングレイと使いヒーターの効果によって相手の幼女をパッ、誘拐、幼女誘拐事件発生で、サラマングレイとウィーゼルの効果発動、幼女大好きな獣が出てきて、でレベル3のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築していく。エクシーズ召喚、現れよサラマングレイとミラージュスタリオ、ミラージュスタリオのモンスター効果を発動、オーバーレイネットを1つ使うことによって、
デッキからサラマングレードモンスター一体をリクルートここはガゼルでいいね。ガゼルをリクルートしてガゼルの効果を発動。これ展開に余裕ないんでスピニー落としてきますか。はい、引いてるしね、ジャガーが。ジャガー引いてるの決めえな、普通に。で、こうして、そしておっと、なんかいろいろ控え出したぞ。いろいろカードが控え出した。で、リンク値4分で新たなる召喚ムービーをお前にお見舞いしてやるぜ。あらよ、サラマングレート、レイジングフェニックス。デラの木に効果は特にない。デラの木効果は特にない。そして、レイジングフェニックスを転生リンク召喚。報道武装の効果によって。そして、転生リンク召喚に成功した場合、レイジングフェニックスの効果。デッキからサラマングレートカードを何でも1枚手札に加えることができる。そして、サラマングレートハートの効果を発動。サラマングレートハートの効果によって、転生リンク召喚に成功しているモンスターのリンクマーカーの合計分だけ、手札で、墓地からサラマングレートを守備表示で特殊召喚できる。あらあらろ、サラマングレートはモンスターたちを再び蘇れ転生。そして、フィールド上のモンスター3体でリンク召喚。はいはいはい、あらあれよ、支援のトガ姫。そして支援のトガ姫の効果を発動するぜ。このモンスターは自分の墓地から炎属性モンスター1体を何でも特殊召喚する効果を持っている。これによって再びよみがえれ、サラマングレード使いの引いた。さらにトガ姫とレイジングフェニックスをリンクマーカーにセット。さあきっとコンバイン、うおー、あらあれよ、サラマングレードバイドフェニックス。そしてサラマングレードウィグゼルの効果、レイジングフェニックスを相手の盤面に送りつけるぜ。貴様よくもそんな強そうなモンスター出したな。うおー、許さん、パイロフェニックスの効果発動。自作自演、パイロフェニックスの効果2800万、バボーン。さらに、デッキから魔法使い族と、炎属性モンスターをリリースし、あらあれよ、憑依覚醒大いなりび効果、お前の2800のモンスターの攻撃分だけバーンダメージ。さらに自分のうちのサラマングレードスピニーの効果を発動、墓地から特殊召喚し、さらにリンク召喚、現れろ、サラマングレイトサンライトエルフ。そして憑依覚醒大いなりびがフィールドから墓地を食らった場合の効果を発動、カレー術を持ってくることができるぜ。ふん、このカレー術くれないというカードはフィールドの炎属性モンスターをリリースしてその攻撃力分のダメージをお前のライフに与えるっていうカードだ。あとはわかるな。はっ、手札2発3枚も投げやがってボケが。てか誘発3枚投げられてこれワッキルしてるのやばない、これこのデッキ。おいおい、紙デッキかよこのデッキ。字いらねえ。字いらねえ、今それじゃねえ。それハンドいけるから、ミーア一応普通に特殊召喚できるのは非常に優秀といったところで、いや、ジーかもう突っ張ります。相手の手札誘発が雑魚なことを祈って。これマジで結構ありなんだよな、突っ張るか。もうちょっと一回ジー打たれたけど貫通していきますみたいなちょっとやつ見せましょうかね。できるか知らんけど、墓地送るカードはジャックジャガーでいいかな。ちょっと展開力がね、ないと多分無理なんで、一旦リンクさせてもろて、はい、ちょっとあんまりね、うららが飛んでこない状態で、ちょっとベルリンクスの効果はできれば通していきたい。サンクチュアリがないと、ちょっとさすがにきつい、この転生リンクできないから。やめて、あー、インパルスは大丈夫、インパルスは大丈夫。墓穴引くかもしれないから投げるわ、一応。あと、うららが一応ね、一応効くんで、普通にね。ちょっと、墓穴引きたいっす。先生、安西先生、墓穴が引きたいです。さあ、デッキからリクルート、ファイアタック、ファイアタック。でもレディーディバッカー強ない、普通にレディーディバッカー強ない。さあ、ファイアタッカーの効果で2枚ドロー1枚捨て。いや、これでな、誘発引かれんだよな、結構引かれんですよね。あー、なるほどね。ここから召喚してレディーディバッカー効果発動し、これ裏ら投げてほしいんだよね。これマジで裏ら投げてほしい。いや、裏らないか、まだうららはない。ウィーゼル持ってくる。なんかいけそうではあるけどな。なんか雰囲気いけそうではあるんだけどな。
あとさ、でもさ、エアホイスターでなんかさ、あれだよね、手札から出すみたいな効果あるよね、さら、レスキューエースって。だからさ、それがさ、ちょっとさ、なんか、妨害になるようなモンスターですよね。まあ、例えば、プリベンターとか、オフィシャルヒゲダンデズムとかが出てくると、ちょ、うららうって、マジで。マジでうららうって。マジでうららうって。うららうって。うららうて撃て撃たれ多分まだ引いてないな、じゃあ。多分、うらら引いてないんじゃないかな。なんか無限に展開してっけど、俺。大丈夫か、これ。無限展開を見せてるけど。これもう全部使ったか、今。全部使ったから、まあ、フォクシーかなんかでいいか、これ。全部使ってる。で、一旦、これと、まあ、これで、こうして、で、サンライトウルフ、で、こうか。いや、でもさ、これはミラージュスタイルを使っちゃうと無限保養とか飛んでくるかもしれないからダメで。で、ウィーゼル出して、はい。で、効果発動。うわぁ、なんか、なにこれ、なに ?2 ビル、エアホイスター、あー、出た、エアホイスターだ !2 ビルじゃなくてよかった。エアホイスターって何出てくる、これ。何出てくる問題、うわー、プリベンターだこれ、あ、ミラージュスタリオ取っといたらよかったか、これ。ミラージュ取っといたらよかった問題結構あるかもしれんな。いや、でもね、浦島にはならないから、リンクモンスター自体は。まあだから、まあそれは、まあいいことっちゃいいことなんだけど、ちょっと一回ヒートソウル出し行って、ちょっとマジで誘発余計。ちょ、あとほんと浦和だから、大体。まあ2ビル入ってるかもしれないけど、ちょっとそれわからない。さあ、ヒートソウルの効果を起動していきたい。なんか、あれだよね。このクリーチェーンのやつは、あれだよね。多分だけど、プリベンターの浦島効果だよね。月の城効果だよね。行くしかねえ、これ。マジで。マジで行くしかねえ。行くぜ。うわっ。頼む、取ってくれ。あ、てか、俺、墓穴、引いてるやん、これ。神ゲーかよ。なんか、気づいたら墓穴引いてた。あれ、おお、あれ、さっきのヒートソウルか。いや、全然見てなかった。墓穴強っ。これもう裏のケアできたのよ。じゃあもう、あとはもう転生リンクしに行くしかないでしょ。さあ、サラマングレイとサンクチュアリーを発動して、俺はサラマングレイとレイジングフェニックスを一体でリンク召喚させてもらうぜ。サラマングレイとレイジングフェニックス、サラマングレイとレイジングフェニックスを転生リンク召喚、転生リンク召喚成功時の効果を発動するぜ。転生リンクに成功した場合、デッキからサラマングレイとカードを1枚手札に加えることができてしまうという話。これ裏がないね、もう。いや、もうだとしたら結構いけると思うけどな。さあ、サラマングレートハートを手札に加えるぜ。さあ、激ヤバカードを発動するぞ。サラマングレートハートの効果によって、転生リンクしたモンスターのリンクマーカーの、合計値分だけ手札、墓地からサラマングレートモンスターを特殊召喚できるって、守備表示で分からせてやる。うおおらーおらーおらぁおらボケがよそったれがよさあ、どうする、プリベンターの効果使うか。まだ使わないらしいな。なんで先行なのにこんななんか激闘してんだよ、相手と。おかしいだろ。先行あったら自分展開するだけで終わんじゃねえか、普通は。さあ、サラマングレイト、使い、ヒーターを出して、で、いいやな。これは一旦トガ姫行く。トガ姫で処理すればいいのか。トガ姫でプリメンターの妨害を踏みに行けばいいんだ。つまり。わかったわ、完全に。理解した。で、まず一旦トガちゃん出しまして。OK。で、トガ姫の効果を起動するぜ。トガ姫の効果によって自分の墓地から炎属性モンスターを墓地から特殊召喚していくぜ。カモン。トラマングレードスカイのヒーター。特殊召喚。そして、サラマングレイト、サラマングレイト姫と、サラマングレイト姫と、ちょっと待ってね。これ一旦パイロらしいな。これと、これはね、ここでいい。で、パイロフェニックスを爆弾させて、で、パイロフェニックスの効果を発動するぜ。あ、パイロフェニックスが、ウィーゼルの効果を発動するぜ。ウィーゼルの効果によって、お前のフィールド上にサラマングレイト、レイジングフェニックスを差し上げよう。ふむ、はい、お前よくもそんなもんさらしたな。ゆるさん、パイロフェニックスの効果を発動。そしてさらに、トガちゃんの効果も発動。
さあトガ姫の効果によってフィールド上のモンスターと相手のプリベンターを対象に取り、そのカードを爆破していく。なーに、プリベンターいいだろう。ああいいだろう、裏側守備表示にしていく、いいだろうよし、これで踏んだ、これでプリベンターの効果踏んだぞ。よし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 、ペイロリンクスの効果もちろん発動して破壊体制を付与し、俺のミーアは破壊されないようにしてモンスターを残すで、ババーン。さあ再び現れるトガ姫、ヒュイー。よし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 、これいけるの、マジでこれマジでいける。そして魔法使い族モンスターと炎属性レベル4以下のモンスターをリリースし現れろ。大いなり火効果発動。お前レンジングフェニックスとか出してんじゃねえぞてめえ。ほら2800万だ、くらえ。よし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 、これマジでいける、これはマジでいけるぞ、マジでいける。相手うらら一生控えやん。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット。これで俺はターンを終了させてもらうぜ。霊術引いてたからもうリンクスワインする必要性すらねえよ。そしてカレー術紅の効果を起動するがよろしいか、ドローフェイズドローフェイズ、いやーくらえ2700万円ボケがどうする。墓穴打つかい、墓穴かなんか打つかい、まあ意味ないんだよね墓穴は。これ速攻法でしょ、これエマージェンシーですか、ちょ分かりませんけども、なんか打とうとしてますねテキスト読んでるんですか。墓穴ボケがカウンタートラップ、カウンタートラップ、サラマングレとロアーの効果、カウンタートラップはスペルスピードが速いためこれ以降何の効果もチェーンをすることはできない。つまり貴様はこのターンで死ぬんだよ。ボケが増殖する時点で何倍ドロしてもドロフェで死んでたら意味ねえだろうが、シャー神ゲー、神ゲー起きたー。ペルレイのティアラメンツ来た、ペルレイのティアラメンツ来た、リベリオン、何ビーステッド入ってんのか、珍しいな。ティアラメンツ最近ビーステッド入ってんですか、ちょっと最新構築マジで分かんないんですけど。レイノハーツ、何レイノハートの効果いいだろう、まあ、ちょっとこれはもう本当に何もないから見守るしかねえな、どこまでいくのか知らんけど展開が。なんかめちゃめちゃビーステッド入ってんね、そんなにいっぱいビース、えそんなベイステッドで自分のシェイレーン除外することある、ああそういうことか、フクラックに戻すのか、なるほどね、ああびっくりした、今シェイレーン自分で除外しだしたからこいつ頭おかしかったかと思った、いかがだかと思った、なるほどな。マグラムートでエンドフェイスサーチ、なんかすげえベイステッド入ってんだよこれ、なんかティアラメンツ環境ですか今でしたっけ、ちょっとなにこれ、アルバロスやばやばいやつ出してきた、これやばいぞ。フィードの表が表示の儀式融合シンクロエクシーズリンクオンスターの効果無効化される、やばい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 、それお前も死ぬけどな、でもそれその効果お前の融合モンスターも全部死ぬぞ、え野獣オベーだ、ちょ分からん分からん分からん、ガチで分からん、何これ意味不明すぎる。野獣オベーダーはなんかあれだね、あのモンスターがなんか出てきたらなんか隣に移動してでなんかその縦列のやつ破壊するみたいな効果あるいうやつですよね、ちょっとマジで分かんないです、これ何が起きるんですかこれ、ちょっと待って、分からん、マジで分からん、マジで分からん、分からん、何これ。オンテカ表紙のこのカードが相手の効果でフィードが離れた場合に相手インターフェースまでお互いのエクサデッキの裏側表紙のカードを全て表側表紙で除外する、え待って、やばいこと書いてるな、やばいこと書いてるぞ、ちょっと待ってくれ、ちょ一体やばいこと書いてるけどなんか分からないけど、ヤジロベーダーでこれアルバロス破壊しようとしてる、もしかしてそんなことある。忍びネクロが出てきてヤジロベーダーが隣になってヤジロベーダーの効果発動とアルバロスの効果、えエクストラこれもしかして俺全部吹き飛ぶの、やばやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた相手のエクストラも飛んでっけど、いやエクストラなしでサラマングレイトどうやって勝てと、なんだこの最強デッキ、ついに環境に踊るディータがアルバロス
誰一人使っていないとして言われていたザ・ビーセット・アルバロス、もしかして最強なのか。